抑制栽培とは、路地での栽培よりも成長、収穫、出荷を遅くする栽培法。大院義語は即成栽培。夏の涼しい気候を利用し、冬や春の野菜を夏に出荷することでもある。夏の涼しい気候の主な産地は、夏でも涼しい高原イコール高齢地農業とも言う。促成栽培と同様に、本来露地物が出回らない季節に野菜を出荷することができる。 例えば、夏野菜をハウス栽培等によって秋に収穫できるようになる。こうすることによって、野菜本来の旬の時期を外れた価格の高い時期に野菜を出荷でき、高い利益を上げることができる。長野県、群馬県、山梨県の県境付近一帯は、中学校社会科で抑制栽培の盛んな地域として取り上げられやすい。レタスキャベツ、白菜などの葉物野菜は、 冷涼な気候に適している。東京市場、大阪市場近郊の露地物の出荷が途絶える初夏、万夏にかけて集中的に出荷できる。秋の残暑を利用し、夏野菜を栽培する手段も講じられる。宮崎県とキュウリ生産量日本一を争う。群馬県は、花音式の抑制栽培を行い、冬春の促成栽培に続いて、秋にも二度目の出荷を行う。 露地栽培でも地域によってカボチャやトウモロコシを残暑で栽培することは可能である。家庭菜園では盛んに進められるが、竹が高くなるトウモロコシは台風シーズンと重なるために倒復リスクが高くなる。日照調節によって火器の開花時期を大幅に調整できる恒例として、厚み半島で盛んに行われている菊の栽培も抑制栽培の一種である。ありがとうございます。